皆さんどうもこんにちは。フレームの YouTube チャンネルへようこそ。最近サイクリングマンや、松村くんがめちゃめちゃ頑張っててですね、僕が全然出てなくて、非常に2人にはそういう迷惑をかけてしまったなというふうに思っております。健太さんです。はい、皆さんご無沙汰でございます。今回はですね、自転車乗る上で必需品になるものはやっぱりライトだと思うんですけども、最近ですね、僕もそうなんですけども、車載動画ですね、撮る方増えていると思います。小さな GoPro とかソニーのアクションカムとかいろんなメーカーが、出してますけども、今回はですね、僕はそんな動画とか全然興味ないから撮らないよっていう方でも、きっとおーこれすげー欲しくなるみたいな、そんなような商品をねご紹介したいと思います。こちらでございます。ドン。サイクリックというですねメーカーのフライシリーズですね。はい、こちらですね、一見普通のねライト、フロントライトとリアライトに見えるんですけども、車のね運転するとき、ドライブレコーダーつけると思います。なんか事故があったときとか、後ろに誰かいないか前に誰かいないかとかね、そういった、運転状況を録画しておくためにドライブレコーダーあると思うんですけども、これはサイクリストのために作られたサイクリングレコーダーになります。もちろんねリアも同じです。今回はこれについてねちょっとね詳しくご説明していきたいと思います。で、サイクリックなんですけども、特徴の一つとして、普通例えばアクションカメラで動画をこう撮ると押して録画スタートとかすると思うんですけども、このサイクリックに関しては起動した瞬間から録画がずっと始まります。ずっとぐーっと始まります。32ギガのねメモリーカードを入れてて、どうしよう、メモリーがいっぱいになっちゃったらどうすんのという心配をされる方もね、してる方も今いると思うんですけども、このサイクリックは動画をずっと繰り越します。 32GB の容量が満杯になっちゃったら古いやつから上書きしていきます。グググググと。なんで、電源が入ってる限りは永遠と録画をし続けますね。こうふとした瞬間とか、ちょっとこの時記録残しておきたいなとかいう時でも、満杯になってもう録画できませんっていうことはなくてですね、ずっと録画は続けていますので、電源が切れるまで、半永久的に撮影をすることができます。これがね最大の特徴といっても過言ではありません。フロントに関してはライトをつけてない状態でも録画をし続けることができます。なので日中なんかねライトをそんなつけることはないと思うので、録画だけなんてこともできちゃいます。はい、詳しい外観をちょっとね見ていきましょう。どういう感じになってるかね。まずこちら正面こんな具合になってます。左にライト、右にカメラがついております。上から見るとこんな感じですね。サイクリックというロゴがついております。で、艶消し黒なんで非常にねラバーのような素材になっているので、触り心地はとてもいいです。指紋もね目立ちにくい仕様になってます。で、こちらにね、各種ボタンがついております。音ですね、ちゃんと拾うマイクの穴もあります。で、これは僕はつけてるんですけども、なんかサイクリング中にね万が一振動なんかで落ちないようにするためのストラップももちろんね付属されてます。はい、こちら側にはですねこんな感じで、はい、蓋がついていて、ここにこんな感じでねマイクロ SD カードを入れる穴と、ここに USB-C の充電口があります。いわゆる今時の USB-C を使ってますので、これだけでも僕がね結構おすげえじゃんテンション上がりますけどね。はい、こんな具合になってます。はい、サイクリックの、ね、12の方の細かいスペックを言うとですね、 1080p のフルハイビジョンの動画を撮れます。もちろん音も拾えます。で、600ルーメンのフロントライトついてますね。時間なんですけども最大8時間稼働することができます。で、6軸の手ブレ補正がついてますので、全然ブレないです。めちゃめちゃ優秀ですね。で、 Bluetooth アントプラスにも対応してますので、さまざまな機器と連携することができます。で、もちろんですね防水防塵ちゃんとね配慮しております。 IP67 っていうものがついていて、1メートルまでですね水にボチャーンと落としても全然大丈夫です。まあサイクリング中の雨だったら全然問題ないですよっていう感じですね。で、重量が 195g とですねなっております。まあカメラもついててライトもついててって考えたら、そんな重くないかなっていうふうに個人的に思います。さあ続きましてね、リアライトになっております。これも見た目結構可愛らしい感じになってると思いますけどね。
はい、正面から見るとこんな具合になっております。横から見るとこうですね。で、後ろはこうです。後ろのね、マウントなんですけども、普通のこう丸いシートポストもいけますし、はい、このようなですね、エアロ形状のシートポストにも対応できるような、マウントもついております。僕のね、スペシャライズドアレイなんかは、これで全然いけます。これに関してはこの上にスピーカーと充電の口と、あとマイクロ USB を入れる穴があります。ここにこんな感じでね、よいしょ、こんな感じで入っております。ボタンもね、2種類のボタンしかついてないです。はい、こんな感じですね。独特な起動音ですよね。他にはない起動音ですよね。はい、そしたらリアライトのね、詳細ですね。細かいスペックです。 1080p のフルハイビジョン、もちろんこっちもね、音ちゃんと拾ってくれます。で、100ルーメンのリアライトになっておりますね。最大100ルーメンまで照らすことができます。で、バッテリーなんですけれども7時間ですね、バッテリー持ちます。でですね、まあちょっと先ほどね、ちょっと言い忘れちゃったんですけども、この2つライトですね、盗難されそうになるとアラームを鳴らすこともできます。で、このカメラもね、もちろん6軸手ブレ補正ついているので、非常に滑らかな動画が撮れます。で、Bluetooth アントプラス対応、もちろん先ほどと同じ防水防塵規格になっております。重量 110g になっております。はい、ということでね、今説明したスペックで、分かる人は分かると思います。このアイテムめちゃめちゃハイスペックだなっていうのがすごく分かると思います。動画もめちゃめちゃ綺麗に撮れて、十分すぎる光量を持っていて、バッテリーもまあまあ長持ちする、手ブレ補正めちゃめちゃ強力、防水防塵に配慮してます、 USB-C で充電できるというですね、非常にもう隙のないアイテムになってますね。個人的にね、あ、いいなって思う機能なんですけども、まあ先ほど言ったサイクリングレコーダーとして使うので、自転車で走ってる時に万が一事故ってしまって、例えば車にぶつけられちゃったりとかして、うわーガシャン止まった時は、その事故の瞬間、倒れた衝撃なんかを感知して、その振動のあった録画データは残しておく機能がついております。だから万が一事故ってしまって気を失っています、その間にもずっと録画していて、メモリーカードが満帆になっちゃって事故ってしまったデータが上書きされるみたいなことはしません。そのデータだけは残しておいて、それ以外のデータを上書きする、そんなような機能がついているので、事故を起こしてしまった、またはね、事故を起こされてしまった、まあ何かしらの事故があった時のデータはしっかりと両方とも残す機能がついてますので、そういった意味でもね、本当にこう、なんつうんだろう、万が一の時にすごく心強いアイテムなのかなというふうに思います。はい、そしたらですね、ちょっとね、このサイクリックで撮った動画をですね、僕実際に、まあ自分の、僕のケンダさんというチャンネルで、もう使ってるんですけども、実際にどんな感じの映像かっていうのをですね、ちょっと見ていただければなというふうに思います。はい、ということで、ね、いかがだったでしょうか。動画のね、その画質とか手ブレの感じとかね、よく伝わったのかなというふうに思います。すごくね、滑らかで綺麗なんじゃないかなというふうに思います。はい、そしたらですね、このサイクリックはですね、純正のアプリがあってですね、そのアプリを通じていろいろな設定をすることができます。これがね、とても便利です。試しにね、ちょっとやってみましょう。サイクリックプラスというですね、アプリを開きます。サーチが始まります。そうするとこんな感じでデバイスがね、出てきます。この2つデバイス感知しましたと。これね、電源入れてなくてもですね、はい、待機状態になってます。で、例えばじゃあ、このフライ12ですね、フロントライトの方タッチするだけで起動します。すごいですよね、未来を感じますよね。今ね、バッテリーが 100% になってます。で、レコード、バッテリー、ロックファイルっていう風に書いてますけども、見方としては上はレコード、ピッてレコードを押せば録画が始まります。
左はバッテリー残量どのぐらいですかっていうところで、このロックルファイルっていうのは先ほど言ったいわゆる何かしら点灯か何かしてしまった時のその固定されてる録画データがどれぐらいですかっていう、まあ今のところ 0%、 セッティングですね。例えばビデオに関してはこんな感じで、まずですねロゴとタイムスタンプのディスプレイ表示ができますか、できますけどどうしますかっていうのが出ています。これはですねサイクリックの動画のデータの中にサイクリックっていうロゴが出てきます。そこの横にさらに何年何月何日何時何十秒っていうですね表示をさせることができますので、よりいつどこでどんな映像が撮れたかっていうのが分かります。画質ですね、1080の60コマにするのか30コマにするのか、セグメントですね、いわゆる5分おきに区切るのか10分おきに区切るのか15分ごとに区切るのか、そういった、録画の方法仕方も選べます。僕はね10分にしてます。他にもいろんな設定ができます。インターバル、ビープインターバルですね、3分ごとにピピちゃんと録画できてますよ、点が入ってますよっていうインターバル流すとか、あとは音量ですね、オフにもできるしめちゃめちゃ音量を大きくすることもできます。さまざまなね設定がこのアプリからね設定することができるので、これまたいいですよね。個人的に好きなのはこのライトですね、ライトの点灯パターンを自分で制限することができます。例えばですけど、フラッシュモードはまあいらないよねとか、パルスモード、これはパルスモード使わないからいいわとか、そういう使い分けができます。欲しいのは、普通の点灯だけですっていう方はもう下のフラッシュとか全部消して、ハイ、ミディアム、ローっていうだけでこの3モードだけにするみたいなこともできるので、いちいちポチ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 ってめちゃめちゃ押さなくてもいいっていうことですね。とても便利なアプリになってます。はい、もちろんこれはねこのリアライトも同じ設定ができます。はい、ちなみにですねマウントは各種マウントは揃っていて、例えばこのバイクのように、バイクの下とかつけたければそういうようなマウントもあるし、こういうここの部分ね普通のライトみたいに取り付けるためのマウントもございます。で他にも USB ケーブルとか基本的なものは全部揃ってます。下から入れてカチッとやるだけですね。これだけでもうバッチリ固定されました。で外すときも抜いてスポッて取る、これだけです。はい、はい、それではですねリアライトはどういうふうにつけるかというとですね、これも簡単です。こんな感じでベルクロがついてますので、このベロクロを使ってググと引いてやって、あとはペタッと、これだけですね。これだけで簡単に取り付けることができます。で、こんな感じでね、外すこともできます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ですね、サイクリングレコーダーをちょっとね、ご紹介させていただきました。なかなかね、こういった製品はないので、例えば自転車通勤をされている方、自転車通学をされている方とか、そもそも動画の画質が綺麗なので、GoPro とか買わずに、もうライトとカメラの機能のついた、このサイクルレコーダーをね買っちゃうっていうのもね全然ありなんじゃないかなっていうふうに思います。さまざまな用途に使うことができるので、すごくいいなって思いました。価格がですねいくらだったかな、フロントライトの方が 33,999円です。リアライトに関しては 21,999円でございます。ライト単体というよりかはカメラとセットでって考えればそんなに高くないんじゃないかなっていうふうには思います。ということで以上でございます。ちょっとでもね参考になった方ぜひねグッドボタンよろしくお願いします。下の概要欄に、細かい情報が記載されているリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。はい、それでは以上ケンタさんでした。また次回お楽しみに。